ブロバルーは、ウクライナ、キエフ州東部における都市。ブロバルー地区の中心。ブロバルーという地名は、初めて1628年の資料に登場する。当時のブロバルーは、ビシュネベーツキー家が領有する集落であった。集落内には48の農庫と68のコサックドがあり、集落の主な産業は、農業と醸造であった。 1648年から1657年の間にフメリニツキーの乱が勃発すると、ブロバルイーはコサック国家の百人大地区の町となったが、1667年にキエフ百人大地区に編成された。1668年に町はクリミアタタール人によって占領されて全滅したが、18世紀後半に復活した。19世紀中にブロバル E では、 郵便局や鉄道が設置され、小学校、中学校や図書館など文化施設が建てられた。1923年に、ブロバルイーは、ブロバルイー地区の地区長所在地となった。1935年に、ブロバルイー空港が建設され、1960年代までに、キエフの最大空港として利用された。第二次世界大戦中に、ブロバルイは全焼し、 1950年代にゼロから再建された。2007年現在、ブロバルイの面積は 34K 平方メートルで、人口は約9万1500人である。主な産業は科学産業、機械工学、建築産業、食料産業である。キエフの衛生都市の性格が強い。ありがとうございます。